再生回数アップの秘密。2つ目はですね、どんな動画を作っていけば再生回数が上がるのか、顔出しってしなければいけないのかって、まあね、ちょっとそういうデリケートなねところっていうのもちょっと攻めていきたいと思います。はい。で、私がやっぱりいろんな動画を見ていて再生回数が上がる動画っていうのはやっぱり特徴があります。で、それは何かというとですね、悩みを解決しているかどうかということです。これどういうことかというとですね、 YouTube を見る方の、まあ、見る理由のほとんどは悩みを解決したいからなんですよ。で、これ見る方、いや悩みなんかありませんよって言うんですけど、まあ、よく見てください。例えば料理の動画を見る方いますよね、作り方の動画。それは料理の作り方を知りたいんですよ。作り方がわからないっていう悩みを持ってるから知りたいんですよね。例えばおもちゃとか、なんか家電製品のレビュー動画ありますよね。あれを見る方は新しい商品を買いたいけど、まあ、高い値段もあるし本当にいいものかわからないっていう悩みがあるから実際にレビュアーの動画を見るんですよね。ゲームの実況動画とかありますよね。あれを見る方は上手い人のプレイを見たいなっていう悩みがあるんですよね。だから見るんですよね。攻略法知りたいな、クリアできないな、攻略を知りたいなっていうから見るんですよね。はい。で、例えばあとはダンスの踊ってみたとかありますよね。可愛い女の子が踊ってるのを見たいなって悩みがあるから見るんですよね。結婚式でダンスの振り付けするから覚えなきゃいけないなっていうから見るんですよね。皆さん何かしら悩みを持ってるから YouTube で動画を選んで探して見るんですよ。なのでつまりですね、再生回数が伸びる動画、再生回数を増やす動画を作りたいのであれば、自分ができる悩みの解決法、自分が人に教えられて喜ばれることっていうのを動画にするのがやっぱり一番の近道です。例えば私であればこう YouTube 動画の再生回数アップの方法とか動画の作り方で、企業の方ですと、まあ、持ってる、まあ、商品とか、まあ、サービス、なんとか問い合わせプランとかいうやつの説明ですよね。要するに、まあ、ホームページではわからないからちゃんと動画で説明して、ああなるほどって分かってもらうものとか、じゃ実際にこの商品買った人の感想を聞きたいな、知りたいなっていう悩みを解決するために、じゃお客様の感想を動画で撮るとか、他にも例えば趣味を発信してる方いますよね。バイクのツーリングの様子を流したりとか、プラモデルが好きだからその作ってる様子をやったりとか、はい、いると思うんですよ。例えばゲームの実況でももちろんそうです。猫なんかもいいです。あれは癒されたいなっていう悩みを解決するための動画だったりするので、ね、で、まあ、そういう風にしてやっぱり自分が持ってる、仕事でもいいしプライベートでもいいんですけど、自分が人に教えられることで、やってあげられること、人をまあ要するに助けてあげられることっていうのを動画にしていくようにしてみたらどうでしょうかね。で、なぜこういうことが必要かというとですね、やっぱ人間っていうのは自分の持ってるこの悩みとか知りたいっていうモヤモヤを解決してくれた人を信頼してくれます。信頼しやすい傾向にあります。で、動画1本だけだと、あ、なんかこの人いいじゃんってありますね。で、これがもし2本だと、お、なるほどなるほど、3本だと、わ、この人すごいなって、4本だと、うわ、この人ちょっとこの分野においてはすごく詳しいからちょっとチャンネル登録しようってなるんですよ。で、ここでチャンネル登録できてますよね。で、例えば動画を5本見てくれたら、この人5回見てくれたことになるんですよ。はい。なので、こういう風にして、人にやってあげられること、人を楽しませてあげられること、悩みを解決してあげられること、助けてあげられることっていうのを動画で発信していくことで、再生回数もポンポンポンって上がっていくし、そっから、うわーっと思って登録になったりするんですよ。実際私もですね、今1日登録者やっぱ10人とか20人ぐらいで増えてってます。はい。で、これもやはり動画を増やしていくから、ね、さっきの前回の動画で言ったように増やしていくから、いろんな動画、例えば iMovie の作り方、再生回数の増やし方、YouTube ってこう使うんだよっていろんなパターンの動画をたくさん作っていく。でもテーマは、私は YouTube を使う人、動画を使う人を助けてあげたい、悩みを解決してあげたいっていうテーマで動画を作っています。だから、いろんなとこからこう動画にみんな入ってきますよね。 YouTube に入ってきて、そっからいろんな関連動画を見ながら、結果的に僕の動画を例えば5本でも6本でも見ていくうちに、わ、この人すごいなとか、わ、この人言ってること役立つなと思って、よし、チャンネル登録しようっていくわけなんですよ。だからそもそも、まあ、前回も言ったんですけど、動画の本数が少ないってことは、その信頼を得ていく、信頼を高めていくっていうその仕組みができていないんですよね。だから、まあ、前回最後に言ったように、いい動画をたくさん作っていくと、わ、面白い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 チャンネル登録ってなるんですよ。やっぱり1本目でチャンネル登録ってなかなかいかない場合もあるんですよね。で、これが動画を増やしていく、いい動画を作っていくことで、チャンネル登録者が増えやすくなるっていう、まあ、ことになります。要するに人の悩みを解決していない、まあ、この動画を誰かの役に立ってほしいという形で作っていない動画っていうのはやっぱ再生回数上がりにくいです。まあ、よく言うと、重大発表がありますとか、リクエスト受け付けますとか、
あの動画始めましたとか、まあ、そんなもん例えば僕ら視聴者から見ればふーんじゃないですか、うん、そんな知らねえよって、なんでそんな報告すんのってことなんですよ。みんなあなたじゃなくてあなたが教えてくれること、あなたが作る動画に興味があるんですよ。だからあなたが重大発表しようが、あのリクエスト受け付けようが、言ってみれば視聴者からは全く興味ないんですよね。やはり再生回数を増やしたりチャンネル登録者を増やしたいなと思うんであれば、人に役立つ動画っていうのを作っていく必要があります。でですね、もう一つ顔出しなんですよね。顔出しよくね、動画を作る時に顔出しをした方がいいですかっていう質問たくさんいただきます。で、あの私はですね、顔出しすることをお勧めします。やはり顔出しをした方がこう視聴者との距離も縮まりやすくて信頼も得やすいですし、こう最後まで見てくれやすくなります。例えば、ジャパネット高田、まあテレビでやってる有名な通販番組ありますよね。あれなんかだとよくわかるんですけど、今あれはですね、喋る人が出てきて、こう商品、今 iPad これすごいんですよ。で、これがですね、もうこれこうすごいんですよってやっぱ喋るから最後まで見るんですよ。人が出て商品をこう話す。まあですよね、これある意味 YouTube のスタイルとちょっと似てますよね。だから皆さん最後まで見てって、わ、買いたいなって思ったりするんですよね。まあ、テレビもそうです。人が出てるからやっぱり注目して見るんですよ。じゃあもしですね、ジャパネット高田がずっともうこの商品の写真も人出てこない、商品の写真だけで、でさらにまた声出すのもいや喋りたくないっていう人も結構いたりするんですよね、 YouTube やっていく上で。でじゃあ文字だけで説明しましょう。新しい iPad なんとかで、何ギガ入ってこんなことできますって、ただやってるだけとします。これを放送しても、皆さんテレビで放送しても見ますかってことなんですよ。で YouTube でもしこれが流れてたら絶対皆さん早送りします。早送りをされる、動画を途中でやめられるっていうのは、実はですね、まあ後の動画でも言おうと思いますけど、この YouTube にとっては動画の評価が低いんですよね。要するに最後まで見てくれない動画っていうのは、 YouTube からしたらこの動画途中でやめられたってことはあんまりいい動画じゃないんだなってことで、動画の評価が落ちます。なので人が出ることで最後まで見てくれます。だからきっと皆さんも今私がこう喋ってて、これが例えばよくある画面にずっとこう私が言ってることだけがずっと出続けてても見ないですよね。早送りしたりすると思うんですよ。でなんか長えな、だらだら言ってるなと思うけど、やっぱり私が出て喋っているから一緒に見てくれてるんですよね。なので YouTube の動画でやっぱり大事なのって、長い時間なるべく最後まで動画を見てもらう、視聴者との時間を共有するっていうのが結構すごい大事なことで、こうすることで YouTube の評価が上がるんですね。だからいろんな方法で動画に注目させて、例えばテンポを速くしたりして動画を短くしながら最後までギュッと中身が濃い動画を作ったりとか。でもやっぱりその中でも顔を出したくない人、出せない人っているんですよね。例えば会社にバレるとまずいからっていうことでマスクしてるし、恥ずかしいからってしてる人もいるし、小中学生とか高校生なんかやっぱりプライバシーの問題で出せないってあるんですけど、この顔を隠すっていう行為はですね、全然いいです。でも顔を隠すのであれば、顔を隠しても大丈夫なメリット、顔を関係しない、顔なんか気にされないっていうような能力とかスキルが必要になってきます。例えばトークがものすごく面白いとか、すごい技を持っているとか、ものすごく何かについて詳しいとか、パソコンに詳しい、カメラに詳しい、おもちゃに詳しい、ゲームに詳しいとか、それであれば顔ってそこまで関係ないんですよね。やっぱり視聴者はあなたの持ってる知識とか技っていうものに興味を示して見てくれるので。で実際ですね、芸能人でも顔を出してない芸能人っていると思うんですよ。例えばデーモン小暮閣下とか、あのアーティストのゴールデンボンバーのダルビッシュさんとか、あとは、お笑い芸人でいうと鉄拳さんとか、うん、あとは、まあ、あの人形のパペットマペット、ちょっと古いですよね、言うと。でさらに言うとプロレスラーのマスクマンいますよね。これらの人ってみんな顔関係ない技術を持ってるんですよ。歌がうまい、あの表現するアーティストとして素晴らしい、笑いを取れるとか、プロレスの技がすごいとかあるんですよね。で皆さん顔を隠してもそれ以上の力というのを見せるから人気が出てきます。でもやっぱりこんだけ言っても最終的にはやっぱり本人の問題です。やっぱりプライバシーの問題もあるし、恥ずかしいとか自分の気持ちの問題なので顔を出す出さないってあります。でも YouTuber のほとんどってやっぱ顔を出してます。顔を出してない人はそれ以上の力を持ってます。なので、まあ、そこら辺は、まあ、自分の、まあ、感覚でというか、まあ、相談して自分で決めて、あの自由意志で。というわけで再生回数アップの秘密、
2回目はですね、どういった動画を作ったらいいのか、まあ、これは悩みを解決する動画、自分ができる、知りたいっていう、まあ、お客さん、視聴者の欲求を満たせるものを作る、そして顔出しをしたらいいのっていうものに関してはやっぱりデメリット、メリットあるので、そこは自分で考えて、でも出すんであればいいことはあるし、出さないんであればそれ以上の能力っていうのをやっぱり見せていくことが大事だよっていうことをお話しさせていただきました。はい、今回の動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタンお願いします。まあ、あとチャンネル登録、そして、まあ、こういった動画を発信しているメルマガっていうのもやってますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それではまた第3回目でお会いしましょう。さよなら。